こんにちは、戸田悟です。今回はこれですね、 iPad についてなんですが、まあ動画見ていただければ分かるように、僕 iPad 関連の動画をたくさん上げてまして、個人的にもものすごい気に入っていて、もうもしかするとパソコンと同じぐらいの時間使ってると思うんですけれども、まあ原稿書くのはパソコンで書いているので、トータルの作業時間パソコンの方が長いかなと思うんですが、それ以外の時間結構 iPad で済ませていることが多いです。そんな大のお気に入りの iPad なんですが、実はですね、結構改善してほしいなという点もありまして、そこをちょっと紹介していきたいなと思います。これからですね、 iPad を買われる方、もしくは新しいモデルもまた出てくると思いますので、選ばれる際の参考にもしていただければと思います。 iPad に改善してほしい点で、まず最初に僕が申し上げたいのはストレージの容量なんですけれども、これ第7世代無印の iPad、 かなりいい製品だと思います。もちろんこれ値段を含めていい製品、僕の一押しはまあ Air なんですけれども、実はその第7世代無印の iPad が Air に比べてお勧めできないっていうのが、このストレージの容量なんですよね。これですね、ストレージが32と128なんですよ。128はもちろん文句ないんですけども、今時32っていらないよねっていうですね、ラインナップにですね、最低でも64は欲しいですよ。どう考えても32だと足りなすぎます。で、実際 Air はどうなってるかっていうとですね、 Air は64と256なんですよ。まあこれでももちろんこれの方がいいと思います。でもできればこの間に128があればもっといいんですけれども、まあそこまでっていうことであっても、やっぱり最低は64にしてほしいと。つまり一番安いモデルの一番安いタイプ、第7世代無印 iPad の32っていうのは、実質的にはあんまりおすすめできない製品になってしまってるというのがちょっと残念な部分です。これがまず一つですね。で、次にプロなんですけれども、プロもですね、まあ11インチと12インチあるんですけども、ちょっと11インチでお話をするとですね、こちらはストレージの容量が4種類もあるんですけれども、やっぱりですね、プロちょっと高すぎると思うんですよ。で、何が高いって、まあ64、256はいいんですが、64と256の価格差が、と、また512と1テラの価格差とか、こう、ストレージだけしか違わないのに見ていくと、64と1テラの価格差がこれもうですね、6万円ぐらいあるんですよ。なんかストレージだけでこの価格差っていくらなんでも高すぎないかなと、こう僕は思うわけです。もうちょっと容量あたりの値段を下げられることができると思うので、ぜひここは下げてほしいなと。例えば、まあ、64が8万9000円であれば、512は10万円ちょっとぐらい、1TB が12万円ぐらいに、まあ、企業努力としてやっとしてほしいなと。で、実はそうなってくるとこんなに細かく多分いらなくて、もうプロだったら128、512、1TB ぐらいでいいと思うので、なんかそういうですね、構成をもうちょっとユーザーに優しく買いやすくしてほしいなというふうに思います。あとプロはやっぱり値段下げてほしいですよね。 1TB15 万円っていうのはやっぱりちょっと高いし、512で12万8800円っていうのも高い。これ税別なんで、アップルの場合はこれに税金かかってきますから、ちょっともうちょっと値段下げてほしいなというふうに思います。はい、僕今使ってるのがですね、新しいモデルはプロの11インチと 12.9 インチとミニを使ってるんですが、まあ、普通はこんなにいらないと思うんですが、ちょっともう iPad 愛してるのでこうなってしまっているんですけれども、実際自分で使ってみて思っているんですけれども、まずですね、このプロって実際薄いんですけど、デザインがですね、なんかこう厚く見せるというか、厚く手触りも厚い感じがするというか、ミニとかのですね、こちらのデザインの方が薄く感じるんですね。そこまあちょっと、もうちょっとどうにかしてほしいなっていうのと、あと日々プロを使ってみて一番不便だなと思ってるのがやっぱり指紋センサーなんですよ。iPhone であれば、こう持ち上げて顔を指紋、顔認証するのはもう非常に簡単なのでいいんですけれども、これ重いですね。 iPad、 しかもテーブルの上で使うことが多いのに、いちいち持ち上げて顔認証をしなきゃいけないっていうのはもうこれ面倒くさすぎて、もちろんスワイプで記号を入れたり、それから数字を入力してロックを解除することもできるんですが、やっぱり指紋がついてると、指紋センサーがついてると素早く快適に作業できるので、指紋センサーはつけてほしいなというふうに思っています。はい、僕が一番、まあ、不満に思っていることがですね、Apple Pencil なんですね。
2種類あるのはいいというか致し方ないと思います。技術の進歩ですから新しい世代が出てきて新しい世代が使いやすい、これいいと思いますがですね、互換性がないっていうのは非常にこうどうなんだろうっていうふうに思いまして、もちろんですね形状が違うので、前の第一世代はライトニング端子を差し込んでペアリングするわけですよ。で、新しい世代は磁石でくっつければペアリングするわけですよ。まあそういう事情があるのは重々承知なんですが、両方使えないっていうのはですね、これもちょっと、もうちょっとなんとか工夫してほしかったなというふうに思います。もちろん新しい Apple Pencil 素晴らしく使いやすいんですが、まあ、ワイヤレスの充電も入ってますし、わかるんですが、なんか例えば両方持って歩くときに2本持って歩くっていうのはこれどうなのっていうふうにまあ素直に思うんですね。で、例えば、まあ、上位互換せめて新しい Apple Pencil で前のモデルにもかけるぐらいの対応はしてほしいなというふうに思っています。あと値段下げてほしいですよね。 Apple Pencil こんなに便利なのですから、もうちょっと安くしてほしいなというふうに思っています。というのはバランスが悪いですよね。第7世代の iPad を3万4800円から買えるのに、Apple Pencil 1万円ちょっとっていうのはちょっと高すぎるんじゃないかなと思ってます。はい、僕は純正のこれスマートキーボードを使ってるんですけれども、外付けキーボード他に Bluetooth のやつも使えます。で、ミニだけは純正のスマートキーボードないんですね。やっぱこれは用意してほしいですよね。ぜひぜひと。で、まあ次もしかするとミニは本体ごと変わるかもしれませんし、変わらないかもしれないんですが、どちらにしろキーボードは出してほしいなと思ってます。で、キーボードについて一番改善してほしいのが、外付けの日本語入力は使えないんですよ。あ、ごめんなさい、外付けというか、サードパーティーの例えば A トークなんかは使えないんですね。これはもういち早く使えるようにしてほしいんですが、ずっと変わらないんですね。早く使えるようにしてほしいなというふうに思っています。はい、iPad のディスプレイとっても美しくて綺麗なんですけれども、これフルラミネーションディスプレイと Apple は言ってるんですけれども、まあ、いわゆるダイレクトボンディング、ガラスと液晶の間に隙間がないタイプなんですね。ところが第7世代の iPad 一番安いモデルだけは隙間あるんですよ。これはですね、ちょっとこの写真見ていただけると分かると思うんですけれども、よく見るとやっぱり白っぽいし、ペンで書いていてもシザーペン先と見える文字の差がちょっと気になってしまうので、やはり一番安いモデルも今時ですね、まあダイレクトボンディングではないっていうモデルは非常に少ないので、ほとんどもうスマホでもタブレットでもダイレクトボンディングになってきているので、安いモデルといえども、あ、 iPad はやっぱり3万円以上しますから、ダイレクトボンディングにしてほしいなと。ちなみに Android タブレットはもう1万円台のものでもほとんどダイレクトボンディングになっています。さて、これもですね、世代が違うからしょうがないんですが、しょうがないとはいえ、新しく出てきた第7世代の iPad とか iPad mini もですね、端子がライトニングなんですね。で、プロは Type-C なんですよ。Type-C なんです。これはもうどう見ても Type-C の方が使いやすいので、もちろん iPhone を含めてなんですけども、いち早く Type-C に変えてほしいと。次のモデルはもう全機種 Type-C にしてほしいなというふうに思います。その方がユーザーが使いやすいことは間違いないので、互換性を考えるとぜひぜひそうしていただきたいなと思います。それから外付けストレージに対応しました。 iPad が新しい OS から、その動画も別途作ったので、まあ、こちらご覧いただければと思うんですけれども、残念ながらよくわからないというか、使えないストレージが多すぎちゃって、どれが使えるのかさっぱりわからない状態なんですね。で、ここはもういち早く改善してほしいなと思います。さらにこれもですね、かなりちょっと改善してほしいなと思ってるのが、サイドカーでですね、これもまあちょっと動画があるので、これをご覧いただければと思うんですが、サイドカー、Mac のサブディスプレイになるんですけれども、横しかできないんですよ。これ縦にしてほしいなと。例えば、iPad mini なんか縦で使った方が見やすい場面が、高さが近いので、多いので、ぜひ縦にしてほしいなというふうに思っています。あ、皆さんちょっと説明遅れましたが、実は僕 12.9 インチは表面に紙ペーパーライクフィルムってやつ貼ってるので、ちょっと光沢感違うと思うんですが、これフィルム貼っちゃってるからです。はい、余談ですけれども、はい。で、これ Apple に対する不満じゃなくて、ソフトウェア作ってる会社に対する不満なんですけれども、 iPad のですね、このマルチタスキング非常にこう便利で、僕もこう愛用していますが、対応してないアプリが多すぎると。
もうこれはですね、全アプリマルチタスキングにとっとと対応してくださいということを強く言いたいです。もうアップルもですね、マルチタスキング対応しないアプリはですね、まあゲームとかは無理だと思うんですけれども、もう登録しないぐらいなことをやってほしいなという強く思っています。便利すぎるので。あともう一つ、例えばこういうふうに黒枠出るとか、もうやめてほしいですよね。そのまま拡大すればいいと思うので、もしくは改善すればいいと思うので、まあ iPhone 向けのアプリを無理に使うときは枠が出てもしょうがないのかもしれませんが、 iPad に対応しているアプリはもう枠が出ないようにしてほしいし、あとマルチタスクにも対応してほしいなと思っています。さらにこれもモデルの違いなんですが、ミニとかはイヤホン端子があるんですよ。でプロにはないんですね。でこれ iPhone もそうなんですけども、スマホにイヤホン端子がないのはまだ防水とかいろいろ考えるとまあまあなんとかわかるんですが、iPad とかですね、こう映画を見たりするときにヘッドホン使いたい方も多いと思うので、要するに有線タイプのちょっと高級なヘッドホンですね。やっぱりこれだけ本体でっかいわけですから、場所がないスマホならまだしも、これだけでっかいんですから、やっぱりイヤホン端子は使わないユーザーが半分ぐらいだとしても、ぜひつけてほしいなというふうに感じます。はい。でまあ最後にですね、最近まあそこまででもないんですけど、これ iPhone もそうなんですけれども、バックアップを取るときにですね、まあ最近はワンドライブとかにファイル入れちゃってるんで昔ほどじゃないんですが、やっぱりバックアップ取りたいじゃないですか。バックアップ取るときに iCloud を使うと容量的に値段が高いので、パソコンに取るという人が多いと思うんですが、パソコンのバックアップ C ドライブにしか取れないんですよ。もちろんあのいろいろな裏技を使えば取れるんですけども、普通にやると取れないんです。で iPad とか iPhone のバックアップを全部 C ドライブに入れる、もうストレージ足んなくなるんですよ、パソコンの。だってこれ 1TB とかあったりするわけですから。でしかもパソコンは SSD になってきて容量減ってますから、やっぱりこれ外付けのハードディスクとかにですね、とっととまあフルバックアップを取れるようにしてほしいぞと、まあ、パソコン経由でもいいですから、そんなのすぐできると思うんで、裏技使えば誰でもできちゃうわけですから、これを標準で分かりやすく取れるようにしてほしいなと。これぐらいはもう簡単なことなので、すぐにでもやってほしいなと思いました。以上、 iPad の改善してほしいポイントについて紹介しました。まあもちろんですね、完璧な製品ってこの世にないわけですし、いつでも改善してほしい点があるから新しいモデルがワクワク期待して待ってるっていう感じになると思うんですけれども、今年もおそらく iPad の新モデル出てくると思うんですけれども、どこまで改善されるか楽しみですね。新モデルが出てきたら当然レビューをさせていただきますので、その中で改善点どのぐらい変わったよというのも紹介していきたいと思います。